朋友，谢谢你的收听，下次节目再会。
国際基準法としたため、不設することはなくとても、国際
期間と決まりにしています。あちら太平洋地域の経済委員会、中央アジア地域経済協力プログラムに参加しています。この選挙によって核兵器の社会、経済の協力を拡大する、支援する、加盟国間の輸送、特徴、状態を総合的に発展できる方針のもとで事業を展開しています。今後の取り組みに日本の防災庁も発想で一番実験を立てることです。2025年までに330本は細川の電力を目標に立てられています。それでは輸送業者連盟の副会長ウンタバ委員の話を聞いてください。サブタジコで手に入れたらサブタジコから一緒に進んでいるそこの皆さん、これにとってはですね、物経理が生きてきたんですよ。モンゴルの自動車輸送機関と道路交通機関が全員の国立機関に設置されました。初めごろ、シーズンとバーズの旅人たちが車で乗っていて、車のパンの旅が始まっているという歴史があります。我々は最新の新技術に対応し、道路を施設としてこそ経済的に有益で便利で短時間の安心感とともに、ドアからエアまで完全的なので、自転車輸送が一番の魅力だと思っています。カルチャー輸送の 70%、 輸送輸送の 90% が自転車で運ばれています。自動車輸送が多いと道路輸送があります。道路輸送は道路施設橋を建設する人材を育成したり、調査を行ったりしていますが、自転車輸送レベルが国際貨物輸送業者連合の会員として、国際貨物輸送の許可、補助なども国内で実施しています。例えば、モンゴルからヨーロッパへ貨物を輸送する際、自転車は許可証を持つ、ヨーロッパにおける国際基準の国家性任務を果たしていますと話してみました。モンゴルの輸送業者連盟は、自動車で貨物と客車を輸送する際、快適な環境を作ることに注力しています。国際貨物輸送に関する基準、輸送業者の利益を上昇する彼らの専門的な知識、技術を向上させる外国の輸送業界と輸送環境の持続性、企業を拡大することが上昇しています。また輸送サービスの範囲を拡大する、輸送機関を注目する、全体的なものを中心としています。それでは引き続き民間の営業の話をしてください。ちょっと狭くて進めていきますが、ちょっと狭くて進めていきましょう。ちょっと狭くて進めていきましょう。ちょっと狭くて進めていきましょう。発展が進めていられています。現在モンゴルの文化の道の基礎が発想となるので出場されます。バイオホンゴル県及びアルテイ県の間に150キロの道路が敷設される予定ですが、その高架橋が最盛期に出発されました。残りの60キロ余りの道路が10月までに終了します。バイオホンゴル県からホント県までアルテンゴラブ国境記念所からザブ国境記念所までの道路が高架橋で開発を輸送する国境的な道路になります。国、海、
Thank you.
Thank you.